これですね。これいいですよ。これだ、これ。これじゃない？はい、こんにちは。札幌占い美容師さやまがしの後藤です。今日も、モデルさんの方を担当させていただきます。今日は、ちょっと癖が、さっき少し話を聞いたんですけど、癖毛が気になるということで、そのぐらいしか聞いてないんですけれども、矯正をかけ、2年か3年に1回かけてるんですかね。はい。で、結構、前髪が気になるんでしたっけ？右側。あ、なるほど。クリンとなっちゃう。で、結構癖がわっと広がってしまって、普段はアイロンをかけてるということですね。はい。ということで、で、下の布の長さはどうするんですか？この布の長さは、すごい傷んでて、はい、枝毛とか、はい、縮むやつとかすごい多いので、はい、それをちょっと、はい、切ってもらえたらと思います。わかりました。毛先をじゃあちょっとその枝毛を切って、形はじゃああんまり変えなくても、雰囲気あんまり変えない、変えなくても、はい、わかりました。そういう感じでやらせていただきます。さっきなんか前髪を言ってましたよね。あれは前髪を逆にしたい。本当はここでこう当てたいんですけど、はいはい、ちょっと絶望的に似合わなくて分けたいんだけど似合わない。そうか。でもあれだね、とりあえず矯正みたいにある程度落ち着かしたら逆に分けることもできますよね。あとカットラインの問題で、こっちもできてこっちもできるみたいな風に切れば、あのダブルバングじゃないか、リバーシブルみたいな感じにすればいいかもしれない。こっちの時と、まあ、とりあえず保険としてこっちの方で、あ、こっちか、今の状態と、あと反対にする時はちょっとなんか今日雰囲気変えたいなっていう時は反対側でちょっとこうちょっと長めの前髪にするみたいな感じにしたらいいかもしれないかな、です。ここから、あ、そう、前髪を外します。で、ここで前髪を外すんですけど、ここでちょっとパーマがかかってます。で、他やってる間にこういう風にくるってなるので、ここにアイロンを入れていくんですが、これで軽く記憶してくれてるんですね。毛髪内部で、結合自体がちょっとずれてるので、ちょっとカーブを形成してくれます。でもある程度乾いてるんで、で、ただこのままだと癖が残っちゃうので、まあ普通にアイロンを入れちゃうんですけど、アイロンを入れた後にまたロットで、ちょっと固めていくんですが、で、距離がない場合は横にバイオリン弾くみたいな感じに入れます。いいですか、テンションかけて。距離がない場合は横に、ただこの場合乾いてないと危ないので気をつけてください。このようにバイオリン弾くように入れていきます。で、根元がしっかり伸びてるかを確認します。この時にグローブが必要になります。産毛はツインブラシでは抑えられないので、グローブで直接って感じになります。ここでちょっと空冷をして、冷まします。あと方法としては、ちょっと根元に、まあ、癖ちょっとここあったので、先っちょを持ちながらこれを振ってアイロンの方でこう空冷させて形を作るっていう方法もあります。そうすると綺麗に伸びますね。やり方としては、ちょっと癖あったなと思ったら毛先をロックして、で、アイロンに入れて、はい、
アイロンで少しあまりテンションかけないようにして上下に振っていきます、はい、で顔周り非常に気にされてたんで、まあ、ここは結構何回か入れた方がいいと思うんですよね。で、ほんと細かいところはこの、指につけるやつ、このコンロ用のやつめっちゃ使えるんで、あとグローブはやっぱりないと無理かなと思います。で、グローブの指先でちょっと伸ばしていきながら、今回のモデルさんが結構皮膚が柔らかくて伸びやすいので、こういう場合はちょっと気をつけてください。このアイロン結構危険なので。で、最後はアイロンでちょっとカールを入れていきます。この時はあんまりペース強くしてしまうとカール入らないんで、ペースは弱めでちょっと絡みつけるような感じで、こういう感じに入れていきます。わかりますでしょうかね。上から、この時のプレスはほぼプレスしてない状態です。プレスしてしまうと形がなんていうんだろうな、あんまりつかない、ただストレートになっちゃうので、ほんと弱々しい感じでやってるとがくるくるってこうなるんで、さっきは過ごしていきましょう。いいですね、細かい毛がっていうような感じで終わりです。はい、で僕の場合は煮え切りの前にちょっとカットします。で、なんでかっていうと、もう一回毛先カットしたラインをアイロン入れたいからですね。かけてから切る場合もあるんですけど、なんか切り口にアイロンをちょっと入れたくてそうしてます。なのでこの状態で一回カットします。ちょっと毛先がかなり揃ってないんで、ここを揃えていきます。揃えていきます、ね、で多分ね、モデルさんもあんまり段がない方が良さそうなんで、ちょっとあんまり段なしで下のレングスをきれいになるようにちょっとしていきますよ、ね、結構顔周りのところちょっと軽さが出ても似合いそうなので、少し下を向いてもらって、このぐらいですか、このままちょっと顎を引く感じですね。はい、このぐらいですね。はい、ここでちょっとレングスを切ります。はいですね早いですね。これだ、これこれじゃない、この髪の毛の何かの何かの顔ですか。目の毛がついてる、毛かな、髪の毛の。ちょっとね、前髪が今ちょっとバラバラになっちゃってるので、ここをちょっと僕なりに、あれこっちか、こっちにして、さっきこっちにしてますよ、さっきは、あ、ここ、あ、ごめん、こっちこっちか、あ、そうだそうだ、こっち癖あるから、こうだ、こうなってたのをこっちにできるようにしたいんで、ちょっと斜めに番号をカットして、こっちからもできるようにします。その時にかゆいのがないんで、ちょっとすごいかゆいと思うんですけど、横につなげていきます。はい、これで前髪が、ちょっとかゆいのがね、なくなってきたかな、かゆいかな、それでも。で、こっちちょっと残してないと、バングが、でも逆サイドに振るので、もうちょっとバングを広めた方がいいから、広げます。いい？はい。若干だけ。ちょっとまっすぐ見ちゃう、ちゃんと。ちょっとバングを広げます。若干何ミリか広げて、目尻の延長線上のところで、このバングが逆サイドに持っていった時にちょっと
活躍してくれるように逃がしながらつなげていきます。これは R2 セニングで、ぼかしながらちょっとカットしてみます。まあ、レザーカットに近いと思いますね。カットラインの雰囲気としてはレザーでこうカットしてる感じですかね。でこれで、こっちもこの時に、両方目尻でなっているか確認して、ですか、なんかずっとこうやってなってたからくすぐられてる感じですよね。すごいパッとなりそうな瞬間の感じですよね。はい、あ、失礼します。はい、またちょっと必要だったら言ってください。はい、前髪先にカール入れますね。そこ邪魔そうなので前髪を先にカール入れます。ちょっと顔にかかっちゃうので、これだいぶ視界がなります。細いから特に顔についちゃうとツルターくなってます。いや、そうなんですよ ね。で、あ、こういうのですね、かゆみ。自分でも結構なんかコロコロ出てくるので、ね、あ、確かに切ってるんですけど、そうかも。ちょっと引っ張ります。なんかちょっと出てくるのが確かに毎日2分ぐらいこっちに出てるんです、はい、出てきた。この顔周りのね、ところがそして全体につなげていきますね。まあ、簡単なカットなんですけど、はい、先ほど切ったラインで、イヤーとイヤーから後ろの方をつなげたラインのベースはここはちょっと残しておきます。あ、ごめんなさい、すいません、大丈夫ですか。で、まっすぐ引っ張って、でこう出たところをちょっと切ります。はい、今はですね、二液タイムなんですけど、臭いですか？いや、なんかいい匂いします。農地のシャンプーの匂いですね。今日も終わりました。はい、矯正とカット。カットはまあちょっと切ったぐらいですけどね。サラサラになったと思います。なりましたか？すごいね。手触りが。いいですか？髪質変わりました。よかった。ありがとうございます。はい。結構細い髪の毛されてるんで静電気とか起きやすいですし、なんかちょっとダメージ与えちゃうとビビっちゃいそうな毛でもあるので結構怖いなと思いながらやってみたんですが、どうでしたかね。はい、はい、で前髪が、あ、そうそう、今回のポイントは前髪ですね。前髪の方を逆でもまあ一応できるようになったんですけど、矯正の時の前髪のやり方、あれは結構使えるんで、ぜひ皆さんやってみてください。ということで、ハイヤマカシのチャンネル、
1000動画ぐらいあるんで、皆さん遡って見ていただくと何か発見できることがあると思います。コメントとかいただけるとやる気が出ます。では皆さん今日もありがとうございました。じゃあ皆さんありがとうございました。バイバーイ。